さあ行きましょう、ときメモ2。ここまでやってまいりましたが、おそらくはいエンディング近いと思いますので、さあ行きましょう、じっくり見ていこう。今日で卒業、制服も今日で着納め、3月1日に就職試験の結果もわかるはず。はい、まずはそっちからなのかな。この坂を高校生として登るのも今日で最後なんだよな。ちゃんと真面目に読んでいこう、セリフ。今日で卒業か。もうすぐ卒業式が始まるな。ん？おい、なんか変なのがお前のこと探してるぞ。変なの？やめて！変なのはやめて。じゃあもうワンの、いたいた、ワンのやつと一緒やん。そこのお前、ちょっとつらかしな。なに俺？そう、お前。聞いたことない声やな。お前大丈夫か？なんなら俺も。用があるのはお前一人だ。何？ああ、わかった。今行くよ。今行くって、お前。大丈夫だ。心配するな、ジュン。とは言ったものの、俺どうなっちゃうのかな？なんなん、ほんまに。また超展開はやめてくれ。すごいワンのことがもう。あたしらにできるのはここまでです。なに姉さんご自身の口から。大丈夫、頑張って。きたあんな連れいたんや。これから卒業式っていう慌ただしい時に、うん、そのごめんね、呼び出したりして。いやいや、いいよ、全然そんなこと気にしなくていいよ。それよりよって何？いつも君に迷惑かけちゃって3年間ごめんね。そんな謝らんでええよ。そんなどうして謝るのさ。茜のおかげで楽しかったよ。俺、お礼を言うのは俺の方さ。僕卒業なんてしたくないんだ。僕もさ。どうして？僕、わからない。が大変でしょ？バイトだってあったし、他のみんなみたいに自由に遊べなかったし、僕なんて、その中でもよく遊んでくれたよ。君はこんな僕を誘ってくれて、嫌にならないで、いつも一緒にいてくれて、3年間本当に楽しかった。心は折れかけたよ。そんな卒業したって今まで通りあったりできるさ。違うんだ、そんなんじゃないんだ。同じ学校だからとか、クラスメイトだからとか、仲間だからとか。そんなんじゃないよ、俺は。言わないで。いいんだ、君って優しいから。でも聞いて、僕だって一度は諦めた。それも仕方がないって。僕本当に悩んでる。昨日だって眠れなかったし、だから僕決心した。けじめをつけるためには僕の気持ちを、僕の気持ちを知っておいて。 OK、 言ってみろ。僕は君のこと大好きだ。ずっと一緒にいたいんだ。すげえ、言いました。あかね、実は俺もあかねのことが大好きだよ。嘘だって、僕なんか自信を持て、あかね。なんかじゃなくて、あかねだからだよ。俺、何事にも前向きでいつも元気なあかねが好きなんだ。分かってたやろ、お前。まあ、ええけど。そういえばさっき、あの変なサングラスの人に姉さんって呼ばれてなかった？ あれ気にしないで。気にしないでって言われても。そのうち話すよ。長くなっちゃう。どういうこと？これからも時間はたっぷりあ
るんだし。ヤクザの娘。だから今は内緒内緒。内緒なんや。なんやねんそこ。結構引っかかるところやけどな。何がなんであれ内緒なんや。こうして俺の高校生活3年間は幕を閉じた。思えば実験ばかりしていたような気がするな。まあ何はともあれ無事卒業できてよかった。実験ばかりしてたかな、わからんけど。一流企業入社することが決まった。おお、オッケーオッケーオッケー。何も言うことはないな。そういえば茜は料理の専門学校に通うことになった。茜就職するんちゃん。茜とは選んだ道が違うから会える機会も少ないかもしれない。だからこそ会える時間を大事にしていけるはずだ。いやいやいや、茜就職する思ったから。お前、彼女は最近さらに可愛くなったので、俺も彼女に釣り合うように自分を磨いていこうと思う。ただ伝説の鐘が鳴らなかったことが心残りだが、え？これからも俺たち二人の関係を築いていこうと思う。すっと二人で、え、誤植これ。ちょっとずっと二人でじゃないの。すっと二人でって、いや鐘なって金なってないし、大事なとこよ。すっと二人。いや、いや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 、何これ、何これ、何これ、あかーん、何これ。ちょっと待て。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これはこれはまずい。またやったこれ。またやらかした。マジでやらかした。ウイチって、あのウイチさん、なんで急にあのウイチさんがあそこに。まあまあいいや。ちょっと待って、マジかよ。いやちょっともう呆然としてんねんけど。まずちょっと待って、まず整頓しましょうか。整頓しましょう。あのいやもう入ってこうへんわ、全部この辺の説明とかも。ちょっと待って、もう嫌や。あの金がなたらそのカップルは永遠に一緒にいれるみたいなやつやったよね。金ならんかったのね。ということはなんか親密度が足りてないってことなんかな。そのおそらくですけど、エンディングの中でバッドエンディングは避けたんだろうと。その誰にも告白されないみたいなことは避けたんだろうと。だけどマックスの告白にはならなかったということなんでしょうね。まずね、それはまずそうなんでしょう。でそれに関する理由はもう不明よ。あんなもうベタ惚れないわけやから、こっちにもう意味がわからん。だからまずまあそれはええわ。まあまあ金なんかもそのオカルトや、ほんなもん知らん、ほんなもん。俺はもう一生やっていくんやから、ずっと二流大学工学部に進学しようってん。まあそれはええとしてね。まず一つ目の問題点です。一つ目の問題点は、茜はまさかの進学を選んでいたということ。そんなわけないだろう。いえ、お金なかったんちゃうの。いやもう料理の専門行くよりももう働いた方がいいですって。もうまあまあ分からん、この時代のことやから分からんけど、まあ高卒でも別にええがな、飲食やるんやったらよ。わしそんなも一流企業に就職してしもとるがな。やってもたな。いやまあまあ正直ね、その例として相手の容姿褒めてるだけで、
体的なその話、性格とかの話一切してないんだよね。だからその通常の恋愛ではもうありえないことなんですよね。俺知らんのよ、俺あかねのこと何にも。もう初詣行って着物褒めてるだけなんよ。だから正直、まあ、そこミスったよね。まあもしかしたらですよ、そのあこう就職かこう進学かみたいなところでうまく合わせれたりするのも一つ重要やったのかもしれないですね。ただ専門学校に行くっていう選択肢は僕のやつにはもう出てなかったから、進路不明。怖いな、怖いな、死んだみたいやん、行方不明みたいやん。まあまあ行方不明やけど、実際怖いな。参ったな、マジで。で最後のまさかのスッと二人でめちゃくちゃ言われたわ。いやあれ一番僕ショックですよ。あそこ間違う、バグチェック管理、漆原さん頼むわ。デバッグの人、ほんまに何考えてんねん、デバッグの人。最後の最後のセリフ、スッと二人では絶対にあかんで、ほんまに。いやなかったっすよ、ほんまに。誤植みたいななかったっすよね、セリフの中で。多少変な言い方とかはあった部分もあったけど、なかったもん。なんで最後の最後にそれなんよ。いやっていうか、スッと二人でって言うのかな、ある、そんな言葉。あんのかもしれんな。いやないわ、そんなもん絶対ないがな、そんなもん。金ならんかったことよりも何よりもスッと二人でが一番あかんのよ。出たアルバムや、見ていこうか。一応これ一番怖いんですけどね。まあ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 、ジェットコースター、いきなり質問、荒いな、画像が荒いな、おい。かわいい。まあでもまあまあ、茜と付き合えたことはまあ嬉しいかな、普通に。ああ、いいっすね。やっぱ結構思い出めっちゃあるやん、いいね。カラオケも行って、元旦もね、テント入り口で、プールめっちゃ行ってんな。もうエロいな、もうプール行ってんな、おい。ファンシーショップ、ボーリング、あ、行きましたね、ボーリングもね。体育祭。あ、そういう、体育祭とかで2位とかやった、そういうのも響いてきてんのかもしれん。もしかしたら。エロ。最高ですね。いやでもそういうことかもしれんな。いいお嫁さん、玄関でカラオケボックスで、現実を忘れて噴水前で、教室で、最後の告白のところはないねや。告白アルバムはないねや。いやまあよかった、まあまあまあよかったっすわ。アルバムセーブしますか。まあまあ、ワンの時はね、結局のところその思い出がもうほとんどなかったんですよね。思い出がもう3枚ぐらいしかなかったよね。だからもうとんでもないことになっちゃったんで。あの頃のこと。いやもう覚えてないっすよ、もう。終わった。いやまあまあなんとか終わりました。まあまあ僕らしいエンディングになったかなと思いますよ。まあ、僕らしいエンディングになったと思いますので、まあ、ここはもう、よかったと思うか。はい。ということで、ときメモ2、1に引き続き、また衝撃のエンディングになってしまいましたことをお詫びいたします。皆さんでも見ていただいてありがとうございました。よろしければですね、評価、そして、チャンネル登録してない方はチャンネル登録しといてもらえると嬉しいです。あとは、もしよろしければ、面白かったという方はですね、シェアとか、ね、友達に紹介とかしてもらえると、また嬉しいかな。ありがとうございます。ということで、今回終了。ありがとうございました。また恋愛ゲームやりたいな。ではでは。